はい、でも名古屋で日本一話せる友達ができるバーを経営しております。よろし介です。今日も見てくれてありがとうございます。ということで、今日の話は、名古屋市観光大使に応募し結果、落ちたよという話でございます。はい、実際にね、今回はね、落ちてしまったまあ原因を考えるのと、実際にね、落ちた際のその僕の <coughs> 現状、なん、なんかなんていうんですかね、その当時のフォロワー数とか影響力について、実績についてお伝えしたいと思います。はい。 先日ね、名古屋市観光大使のやつをね、えっ、ー、と、まあ、えー、ホームページから、まあ、普通にね、Google で名古屋市観光大使、まあ、それぞれの県でもいろいろあると思うんですけどね、えー、から応募しまして、まあ、メールでやりとりして、えっ、ー、と、まあ、大体えっ、ー、と、あっち側に応募フォームで送るのは普通にメールで送るだけなんですけど、えー、今の活動と、まあ、過去の実績とか、 えー、SNS のフォロワーみたいなのを送るって感じですね。だから割と、まあ、簡易的な感じで、えー、スマートな感じでね。まあ、ちょっと文章を考えるのは若干時間かかったんですけど、15分くらいね。で、応募することができました。で、まあ、だ大体1日2日でね、結果返ってきて、まあ、残念ながらね、落ちちゃいましたね。いやー、残念でした。なりたかったんですけどね。まあ、名古屋市結構応援してるってもあって、うん、んで、 結局ね、そのとその、のなんか、理由としては、なんかその、名古屋市を応援したいという気持ちはすごいありがたいけどは違うからね。あの、その、まあ、フォロワー数とか、影響を与えてる数がちょっと少なすぎるかなっていう感じで、えっ、ー、と、落ちてしまいました。うん、っていうことやったんですけども、実際ね、その時まあ、 <laughs> どれぐらいの僕の SNS のフォロワー数かと言いますと。つまり、Twitter で言うと4500人ぐらいかな、フォロワーが。で、イ n s だと1000、まあ、もう約2000かな。で、えっと、LINE だと約4000人ぐらい。Facebook も4500人ぐらいかな。で、えっと、YouTube が全部合わせると、まあ 7, 8,、7000、8000、8000ぐらいじゃないかな。うん。あとはまあ、 一年間にね、お店に遊びに来てる数を考えたときにも、約六千人、七千人ぐらい遊びに来てもらってるから、で、まあ、日本一話せる友達ができるバーなんでね、まあ、来た人とかに、名古屋のいいところとか、ね、おすすめなところみたいなのを教えたりするという意味にも、まあ、一応会ってる数だけもお話したりとか、あと、まあ、講演会も今までね、たくさんやってきたんで、そのお話とか、イベントの司会の話とか、えー、の実績とかも載せたりとか、テレビにもね、何回か、えー、ラジオとかにもね、えーのえー、っと、載せてもらったりしてるんで、載せてもらってるまあ、話してもらったりしてるんで、そういう話とかも、 えー、そういう実績とかも入れたりしましたね。まあ、それでもやっぱりちょっとなんか残念だから、SNS のフォロワーとか、そうう影響力が足りてないということでね。残念でしたね。う残念でしたね。まあ、確かにね、難しいな。ぶっちゃけって言うと、その、すでにね、いる人の中には、まあ、僕よりもフォロワー少なくて、影響力少ないなって思った人もぶっちゃけいたんですけども、確かにすでに数結構いたんですよね。数、数っていうのは、その、人数は確かに結構いてですね。うん、もちろん僕よりもね、フォロワーが多くて、影響力高い方もたくさんいたんでね。うん、まあ、そういう問題もあるのかなと思いつつも、もしかしたら、 もう今、ネット上に載ってるけど、あんまり募集してなかったのかな、みたいなっていこともね、ちょっと思ってたりしますね。す、ま、で、あ、に,にある枠が満杯なのかな、みたいな。要は入、俗に言うんですかね、まあ、あのコネじゃないけど、コネって言い方するのよくないかもしれないですけどね、まあ、コネ枠じゃないけど、みたいなのもあるのかな、なんていうのね、まあ、ちょっとあの諸事情いろいろあってね、あの公務員関係の人とかね、まあ、その議員さんとか国の方もね、僕、直接おつながりがあるわけなんですけど、そういう,話そう,いう人たちから聞くと、まあ、コネもみたいなのもあるんじゃないのみたいなこともね、 ある,じゃあるでないんか、あるであるよみたいなこともちょっとチラッとね、聞いたりしたんで、それはこういった不確実,不確実でございますね。そこでの担当者ではないのでね。うん なっていうことなので、まあまたね、えっと、まあ SNS のフォロワーとか、もっと増えた時にね、まあここから5倍、10倍とか増えた時にもう一回受けてみて、またその結果をこの動画でお伝えしようかなと思っております。はい、そんな感じでございました。あとはまあなんかその、もし、結構ね、まあこんな言い方するのはあれなんですけど、まああのね、そうさっき言った通りその、まあ公務員関係の人とか、議員さんとか知り合う機会が多いんですね。まあその芸能人関係とかね、まあ誰がとかそういうのは言えないんですけども、まあそういうのもありましてですね、まあそういう、まあそのうち多分ね、その関係 成に,も会うことになると思うんでおで落ちたのかとかねまた聞いてみてまあ言えるかどうかわからないんですけどこの動画でね言っていいことと言っちゃいけないことあると思うので、えー、そういうのは守りつつ、えー、今後もこの動画で言っていいことは発表していきたいなと思っていますそんな感じでございましたということで落ちちゃって残念なんですけども今後もね、まあ、日本一話せる友達ができる場で、まあ、人と人とかつながってね、えー、どんどんいろんな人に人生を加速していくような場所を、えー、作っていきたいと思ってまます。最後まで見ててくれてありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう